主様についてきない？始まる前からいいです。一番人気は5番、ライスシャワー。これ以上ない仕上がりですね。この子の持久力を見せつけるには絶好の舞台ですよ。6番、成田大使。5番人気です。ライバルたちは強力ですが、闘争を期待したいですね。この子の持久力を見せつけるには絶好の舞台ですよ。6番人気。7番、シンボリルドル。ライバルたちは強力ですが、闘争を期待したいですね。この子の持久力を見せつけるには絶好の舞台ですよ。9番人気は8番、テイエムオペラオ。ちょっと厳しいメンバーですが、健闘を期待したいですね。8番人気は9番、成田ブライアン。ちょっと厳しいメンバーですが、健闘を期待したいですね。注目の3番人気、1番、スペシャルウィーク。このメンバーの中でも見劣りしない仕上がりですね。前目につける先行策で勝利をつかんでほしいですね。実力は引けを取りません。2番人気は2番、ミホノグルム。1番人気こそ譲りましたが、素質は負けていませんよ。最後の直線での粘り強さには目を見張るものがありますね。3番、スーパークリーク。4番人気です。これ以上ない仕上がりですね。この子の持久力を見せつけるには絶好の舞台ですよ。7番人気は4番、ゴールドシル。ちょっと厳しいメンバーですが、健闘を期待したいですね。1番人気は5番。ついにここで頂点が決まります。ライブラ杯決勝。3番人気はこの子です。三冠ウマ娘スペシャルウィーク。この評価は少し不満か。2番人気はこの子。ここまで無敗、三冠ウマ娘ミホノブルボン。威風堂々とスタートを待つのはこのウマ娘。三冠ウマ娘ライスシャワー、1番人気です。気合十分、いい顔してますね。各ウマ娘ゲートに入って体勢整いました。今スタートが切られました。各ウマ娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。さあ、花に立ったのはミホノブルボン。このままリードすることができるか。先頭から大きく離されて2番手はライスシャワー、3番手にはテイエムオペラオ、スーパークリーク、並んできたシンボリルドルフ。続いている、少し離れてスペシャルウィーク。2馬身3馬身開いて成田ブライアン、少し離れてゴールドシップ、その外並んで成田大使。第4コーナーカーブ、ミホノブルボン快調に飛ばしていきます。前から大きく開きました。間延びした展開です。後方の馬娘が差し返せるのか気になる開きです。依然としてミホノブルボン、続いてライスシャワー、あとはスペシャルウィーク。外でシンボリルドルフ、内の方からスーパークリーク。1周目のスタンド前にかかってゆく。さらにテイエムオペラオ、5馬身差成田ブライアン、それを見るようにゴールドシップ、その後成田大使。ミホノブルボン先頭を進みますが、これは正解でしょうか。ミホノブルボン、彼女の客室には合っていますね。順位を振り返っていきます。ミホノブルボンまだリードをキープしています。続きましたライスシャワー、2馬身3馬身開いてスペシャルウィーク。そしてその外から行ったのはテイエムオペラオ。第1コーナー回って第2コーナー、先頭ミホノブルボン、レースは淀みなく進んでいます。2馬身差ライスシャワー、スペシャルウィーク3番手、少し離れてシンボリルドルフ、1馬身離れてスーパークリーク。外を回りますテイエムオペラオ、その後ろ成田ブライアン、その内並んで面白くなってきたぜ。その後ろに成田大使、勢いよく先頭へ行きます。ミホノブルボン、どうでしょうこの展開。ちょっとかかり気味かもしれないです。一息つけるといいですが。2周目の向こう上面に入って変わらず先頭を突き進みます。ミホノブルボン、各馬娘一団となって団子状態の大混戦。お互いに牽制し合っているようですね。現在1番手はライスシャワー、1馬身差ミホノブルボン、3番手スペシャルウィーク、外目をついてゴールドシップ。残り 1000m を通過、内にはスーパークリーク、さらにジンボリルドルフ、外成田ブライアン、少し離れてテイエムオペラを、それを見るように。見ててね、お母ちゃん。
戦闘は相変わらずライスシャワー2馬身3馬身開いて美穂のブルボン1馬身離れてスペシャルウィーク間もなく第4コーナーカーブ内から来るか外から来るか最後の局面です。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。この直線で勝負が決まるぞ。ライスシャワー花を包む。さあ誰が最初に仕掛けるのか。残り4秒最終コーナー最初に駆け抜けてきたのはライスシャワー。ライスシャワーリードは1馬身ライスシャワー足色は衰えない。残り200食い下がる美穂のブルボン先頭ライスシャワー。しかしその差はわずか。美穂のブルボン誓います。大好きな人と幸せの青いバラにライスだって咲いてみせる。ライスシャワー今ゴールイン。ライスシャワー2着は美穂のブルボン3着はシンボリルドルフ。ナイスやったよ。ありがとな、トレーナー。トレーナーさん、ありがとうございました。